お疲れ様です。お疲れ様です。みどりちゃん、はい。疲れ慣れた。もう何本目だ、その動画撮って。4、5本ぐらいですか。ちょっと顔が漏洩しちゃったね。はい、みたいで。ちょっとこの間ね、お前らのいたずら俺に仕掛けたもんいかんだけど、あれ。はい、あれ間違えて最後の最後のまた見てねえだけ顔がモザイクかかってなかったんだよな。はい、編集でやら5秒ぐらいの編集です。今日は足場、はい、まあ、イケメンカンタのところに、はい、まあ、動画を撮りに行って、まあ、行ってもうミッチおらんくなってちょうど1週間かな、はい、5日か、まあ、1週間ぐらいのところなんですけど、まあ、みんなの気持ちも含めてちょっと現場聞きに行こうかなと思って。なんだとか、津島、津島っていうところでね、はい、悪く言いや田舎、よく言いや喉が、俺こういうの好きなんだ。俺も地元が、もう実家がめっちゃ喉がだったから。名古屋市内だったけど、南陽町ってすっごい奥の方でのどかな場所だから、畑もこんな感じだから。山もなってめっちゃ綺麗やん。今日すごい綺麗だな。山今日雲が一つもないです。雲が一つもないな。よし、現場。はい、どこにおんの今。津島ですね。津島か、遠いな。遠いですか。遠いな津島な。あっちもこっちもに山が見えるとこだろう。あっちも、ああ山見えますね。現場から見える。現場から見えるですよ、うん、俺もお前と同じ山見たんだ今。はい。いや近くにおるな。もう近くにおるけど、まあ動画ちょっと先にカメラ回そっかと思って。始まる組み立てでしょうか。組み立てですけど、うん、きっと丸丸じゃなくて、うん、地面の足場ですね。地面の足場？もう終わっちゃう。もうそうですね。あ、嘘だ。あ、もう近くなりますか。それはないでしょ。それはいいや。嘘？本当に？はい。マジか。トラックロープして持ってるかなって思って。いや、あと5分ぐらいつけてもらっとってよ。あ、わかりました。もう終わっちゃったの？視聴者に怒られちゃうんだって。俺バカなことばっか喋っとらんでいいで、現場動画撮れって言って、うん、俺の視聴者さんが、ファンたちが。確かに社長はめちゃくちゃ面白いし、いい男。よし、この辺だな。狭いわ、緑。マジで狭いわ、視聴者の皆さん。こんなにマジ走ってるんだよ。もうストレスでしかない。マジで。車が大きいから余計ですね。そうそうそう。あ、おるやん。よし、マスクしようかな、ちょうど。完全に終わっちゃっとんな、マジで。ロープまで縛って。あと本当にグッドタイム。乗るだけですね。終わっちゃった。終わっちゃった。40周歳。はい。日本語めちゃめちゃ甘い。キロも。キロ。ああ、ここに来るんで、結局、まあ、こいつだったよ。朝、静岡県場に6時半でしょ。6時半に集合して、まあ、8時から作業なのね。で、現場行って、今これ8時から2時間でもう一気に終わらせるわけよ。で、その後、これまた解体行くのね。商工会館の、まあ、ワンスパンの1800の1800っていうのね。ちょっと違うんですけど。ちょっと違うけど、まあ、約1800の、ちょっと、ああ、まあ、幅が狭いとか、900とかで。あ、そうです。階段になっとって上まで人が上がってて、に何のライブってことは、塗り替え道場の仕事じゃない、ちょっと撮影はいけないんですけど、でそれ終わった後にまたどっか行く。そうですね。それで大体そこ解体してきて、昼前でまた次とか行く。応援他のチームの応援か。そうです。コーヒー飲みに行こうぜ。コーヒー飲みに行こうぜ。はい、行きましょう。ちょっとコンビニに時田橋お前その顔やめろって。お前俺が楽しそうにするようにお前がこうやって、あ、すごいすごいって言うのも仕事だろお前。はい、すごいすごい。カメラもこうやって回して、あ、ちょっと回して、行こうか。くるくる回さなきゃ。時飛ばしコンビニに時飛ばし。持ってくるけど回せ。初めてじゃないですか、このトラック運転中の
撮影って今までありました？ミッチーくんが撮ったぐらいじゃない？新鮮ですね。新鮮？はい。トラックに乗れることが私は新鮮です。どうですかカメラマンは？カメラマン大変です。見てるのとやるのは全然違いますね。なんか動画とか見てたら人ってもわからんよね。到着です。空気が美味しい。また空気が美味しいところでお茶飲むと本当美味しい。二日も飛んじゃう。まあどう？実際ミッチーが辞めてもう5日間、5日目？現場は回ってる。もう野村大さんあまり現場出てないな。そう。現場は回ってます。職人も求人でさ、やっぱちょこちょこ来るな。今毎日のように来るしね。求人来る前にチャンネル登録だけしてきてほしいな。そうですね。チャンネル登録はね、ぜひ してから。まあ、求人も多いし、どう？どう？実際。でも、1人入ってきますね。もう1週間？ 2 週間ぐらい？そうっすね。1週間ぐらいですか。たまたま良かったんだな。未経験で、ごめん、未経験ダメだわって言ってたんだけど、もういくらでもいいですって言ったもんで、俺電話でね、自分で値段言えよって言ったら、まあまあびっくりする気がしてきて。マジで本当にそれで働けるの？そりゃあ、やりたいです。で、まあじゃあお前がそれでやって半年とか根性あれば、まあ上げてもらえるじゃん、はい、一応やったんだ。だけど、まあそんなにやりたいんだって、だったらお前にチャンス変えるわって。で、俺は有志に電話させて。免許は持ってますもん、中型の。雑な求人も結構一人の気がするんだよな。俺と喋りたいかばっかり、うん、そういうことですか？いや、わからんけど、なんかそんな気もする。ひたすら求人出やくるもんさ。1日3人ぐらい来るもんか。マジっすか？求人に実際ならもうテラやめてどう？唯一の変化は言葉が静かになったぐらいですか。静かね。おかしいっすか？それはいいことなのか悪いことなのか。いいこと、でも静かすぎても雰囲気が暗くなってるじゃないですか。うん、暗くはないですけど、お前ら言って喋らんもん、誰も。勝負そうだ、ユージもそうだ。ほっと喋らんのわ、マジで。お前らの今までの人生喋ったもん、多分3歳ぐらいだもん。言葉覚えて1年ぐらいで、俺もうお前らの今までの総カロリー、総トークカロリーっすよ、俺。消費しとるよ、多分俺。1年ぐらいじゃん、俺。言って。まあ営業は誰がやるとか、なんかいろいろまあ振り分けとったよな。はい。誰っていう感じではないな。絶対的なトップがおるっていう感じでは今ないけど。そうですね。まあいい意味で、仕事は結構増えてると。でも新規増えてるらしいな。まあほんで数字がどうなってるかやな、会社として。そうですね。で、お客さんがやっぱ離れてっちゃうか、もっと増えてくるかっていう。段取りが遅いとかだと、離れてっちゃうな。まあそこはちょっと俺も楽しみにしてる。まあ俺もね、アドバイスしながら、まあちょこちょこ入りながらやっていこうかなと思ってるんですけど。まあただ、人は育つ、必ず。まあコメント欄にそんなどうのコーナーとか、ミッチに対しても、お前に対しても、まあ、悪いコメントもあり、いいコメントもあったけど、これはもう今までの経験上、まあ視聴者もみんなもそうだと思うけど、俺は無理だよって思わずに、なんか、上から仕事もらったら、めんどくせえとかはチャンスだと思ってさ。こんな動画で視聴者いい？最近ちょっと強すぎたけど、ネタが。いやです。また、ちょいちょい動画ってつまらんな。なんか、つぶやく残してやさい。はい。最後につまらんな。そうです。そうですか。うわぁ、いいよ。イケメンだらけ。だけで十分だ。ちゃうちゃう。待って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 。なんかコメントであったんですよ。なんで。ツインクって結構コメント。ツインクは、ツインクはまだ言うし。ヒサモ。ヒサモ。見たっすか？いや、俺見てない。俺コメントを上げとるけど、最近ぐらい出てきた。最近？最近。あ、じゃあ公開承認しようかな。まあ今コメントはね、公開承認、
ちょっと半自動みたいな感じで上がってくるのも し始めて。もう俺コメント落とすだけで、再生数今やべえじゃん。コメント落とすだけで1日の半分やつやつじゃん。コメントも結構出てきとる。そうそう、めっちゃ入れてくれるね。ぜひコメントも本当に入れて、まあ頑張ってねとか何でもいいや。でさ、応援してくれるだけで本当に嬉しい。本当にやっぱテンション上がるし、全部見とるのよ、コメント。本当に。もう鬱陶しいやつはもう一生書いても出てこないんだけど。イライラするよ。コメント見て、マジで。もうちょっと大人にならいいんだけど。誰が言ったもん。言ってて、カメラ使って。誰が貴様とじゃ。いけてねえよ。また楽しい動画を撮って、またちょっと今日現場撮れんかったんですけど、現場を撮りながら、まあ楽しい。成長だよね。やっぱ。で、まあ、本当にここ、最近ここ上げとんのはやっぱ、見たらちょっとね、職人さんとか勉強になればなと思って、なんか、まあ、こんな俺でも、なんか伝えれればなと思うこともできるだけ撮るようにしてますんで、ぜひ、チャンネル登録、いいねお願いします。お願いします。はい。